どうも始まりました松本町の今日も朝から全スパリボンのお時間でございます。どうもよろしくお願いします。いやー始まりましたけれども、はい、3月ということでですね、はい、世間は卒業を迎える季節でございますけれども、皆さんも環境が変わることがたくさん、はい、てめえ誰だよ急に今の話の流れから急になんかお前ふざけやがって。いやいやいや、もうビンタの妖精感覚マンですよ。あ、ビンタの妖精だったの。ビンタの妖精って台本に書いてあったの。あ、そうなの。というわけで、まあ、いつも3人でやってきましたから、はい、一応ですね、ナビの代わりを探すっていうわけじゃありませんけども、今回からとりあえずゲストを呼んでいくスタイルに、はい、今回はこの方です。どうぞお入りください。どうぞ。お邪魔しまーす。どうもー、ちなりです。あ、よろしくお願いします。ちなりちゃんに来ていただきました。はい、ただ今回は君たちに朗報があります。はい、今回の実績値がエウレカセブン3。お任せあれ。そして終日の実践ポイントがハイエボということでですね、こちら。わー、うおー、うん、頼む。あー、ないでしょうこれ。おー、いった。うらー、これあれだな、エウレカ、あれの出番だな。バイー、そっちね。もういい、俺そっち見ない。こっち、バイ。エンディング出すわ。6連目で終わる、うん、一番嫌の終わり。エウレカさん、レインボーエウレカさんが出てる。ここでどんだけ乗っても6連目が鬼門だから絶対終わる。なんと綺麗だ。ストックなかったもん。なんで綺麗だ。 I can fly。 さあ、エウレカ3での全突破後半戦のスタートでございますけれども、はい、早も先見、はい、初後半戦はいつも通り逆転チャレンジポイントがございます。はい、その内容がこちら。ダダン、読み上げます。はい。 KCC 中の V 到達。いい。ビッグ中の白七揃い。いいね。レグ中押し順ベル3回以上成功。やれるよ。 AC1 回で100体撃破。いけるね。あるあるある。そしてスペック3モード突入。もういける。もうすぐだ。こちら全部500ポイントでかい。でかい。これなのでまだまだ勝負は分かりません。はい、後半戦スタート。皆さん、前半戦を終了した時点でのそれぞれの大体の3枚数を教えてください。はいはい、私、おそらく1000枚ちょいプラス。投資が150枚で、回収が1500枚ぐらいあるから。なんなん、腹立つ言い方は。その大体1300枚ぐらいのプラスといった感じですね。じゃあ私は、投資が、850枚。850枚。今700枚ぐらい出てるんで、まあ、終わる頃にはまくってるだろうと。なるほど。はい、いう感じです。私ちなりはですね、投資は500枚で、今ざっくり多分1200、300はあるので500、まあ、700くらいプラスです。どうなるか分かりませんね。本当わかんないですね。これはやれるやれる。俺次の AC100 体撃破してスペック3入れたら1000ポイントだ。1000ポイントです。さて本当に行くのかな。まあ、AC さえもらえればやれる自信はある、うん、いやー、これファイナルチャンス持ってかれる。また私も持ってかれる。これは終わり終わり。まあでも私あるのでストックがね。赤7揃いしたから2個ストックある。たたた、確かに。俺にはありません、ストックが。たたたた、確かに。泣けなしのコーラリアモードなんだから。ファイナルチャンス。入れちゃうんでしょ。お任せください。コンパクトライブのために怠るなよ。あるね。あ、ちょっといいよ、上手。上手。ああ。終了。まだ。終了。終了。スペックスリーの夢ついえた。はい、ビリー。3位を発表します。はい、はい、ヒント、はい、早く答えになるから、もうヒント。もうただですね、3分の1なの。視聴者さん、見てる人に順位当ててもらうクイズやったら楽しいと思う。ああ、面白そうですね。鬼のようにオッズ低くなりますよね。総取りやろうぜ、うん、3連単がめちゃめちゃやろう。何の総取り？やろう。一撃失敗。いいぞ。確かに。
正解です。これ V 獲得ってこれでもいいってことですか。もちろんいけるよ。見せちゃうじゃないの。 V いけるよ。V いけるよ。はい、来た。もうちょい、あと15。いけるいける。ここリップ回避すればジャクレアで入るから V いけるよ。リップくせー。 V いける。お前はい、バカもんか。ほんとうまい、はい、いろんな意味で立ち加減やそんなん2枚目から使うの、うん、大変だ。5周決め。おっと、しれっと当たった。全長ステージを返さずに。お、ご周期、ご周期。ああ、まあじゃあいい。全然レグ。3回押し正解すればいいんだね。そうですそうです、うん、意外とできますよ。全然レグでもいいよ。ビッグ中の白七ゾロよりは簡単。歓迎していく。レギュラーを勝ち取らせていただきます。来たね、白ビッグ。レギュラーボーナスが高い。話されてる気がする。確かにその矛盾。とりあえず私はもうスペック3に入れればいいんだ。え、今ボーナス何個今入ったので、あと1つです。リーチ。あららららら、リリリリリリ。そこがもうまだ1つある状況なので。あららららららら、これ確認なんですけど、ららら、赤七揃いじゃないですよね。赤七は無効とします。無効っすよね。なぜなら白七と書いてあるからです。謎なんだよな、そのシステム。ダメです。両方いいじゃないって感じですよ。だから星に願いをフリーズ引いても何も起きないってことでしょ。ポイントはもらえないってことよね。えぐいね。ダメです。赤も OK です。赤も OK という。お、あ、来た。後付けが、やった。後付けが。じゃあ赤も書いとけよ。おお、バカ野郎。口が悪いな。すげえ口が悪いのよ。今お達しが入りました。はい。ああ、強チェ書き換えてる可能性。書き換えられない。え、俺の運命は嘘でしょ。もうお前の運命は書き換えることができる。当たってりゃ赤ビッグに上がってる可能性もある。上がらない。なんでなんで否定から入るの。お前のボーナスは赤ビッグに上がらない。そういうのからは偶数シスタだ。知らん。アーズしていく。すげーポイント。1585ポイント。18%ですけども、強チェの分十分です。 18% もいただけるんであれば、強チェリーの分戦えますか。うちのホランドちゃんはやってくれます。あ、書き換える。書き換えない。書き換えるものがない。勝利してるから。気合の入れ方が強い。負けてるし書き換えてもない。はい、また3引いて。3だけではないとタイが言ってくる。でも3でもその画面出ますからね。出んの。 0.01% ですけど。否定してね。設定1否定でも 0.0何%あるんで。否定濃厚ない。見せていくスタイル。パーセント低い時のチャンスアップ若干下がってますもんね。よし、一撃で決めるよ。あ、一発で決めたら500ポイント。かつスペック3、スペック3いくんでしょ。つまり1000ポイント。うわ、1000ポイントをかけた AC でございます。めちゃめちゃ圧かけるじゃないですか。リプレイを引いたら終わり。まだまだ大丈夫。あと1ゲーム大丈夫です。一旦ここで確認ですが、リプレイを引いたら終わりです。そうです。ルカセブさん、リプレイ引かなきゃいいんです。何体今。今残り74です。残り74。69。ある。危ない危ない。すごいテンション。危ないやつがいる。危ないやつがいる。ウッディウッドペッカーやろ。怖い怖い怖い。あ、待って。お、うめえな。ん、さあ、あと2。あと 2? あと2いくやん。これ終わりや。リップ以外だったら行くよ。すいません、先に
きよ。リプリットの方が面白いよ。でもいやいやいや、リプリットの方が面白いよ。それはあるね、一理ある。エンターテインメント性がとらわれる。そうなんだよね、うん、一理ある。ここで売れる人ってリップ引く人だから。一理ある。そう、仕事しろよ。そればかりは一理ある。仕事しろよ。バーンって押し付けてる。残念。まあナビさんのまんまですけど。テレテレーめー AC1 回で100体撃破。はい、成功です。そしてその後に、はい、まあ、スペック3入った時でいいか、はい、ボーナス終了後だから。とりあえず今の時点で500ポイントでかい、かつもう500ポイントが内定、うん、ありがとうございます。ありがたい。集団チェリー引こう。ここででグー、3回当てればポイントチャンスですよ。見とけ。3つ以上で500点。めっちゃ見とくね。バツ。あとがなくなりました。ここから全問正解です。あ、よし。次。中左右。お、セーフ。まだチャンスあり。まだチャンスあり。まだチャンスあるよ。右行った。終了。でもここで強烈攻撃いったらダメなんですか。20丸、うん、ダメです。ダメなんだ。はい、え、ダメなの。ダメです。なんで。ダメです。なんで。ベル3つ以上なんで2ポイント結局ダメ。ニルバーシュステージにお願いします。全て。あー、行かない。終わった。乾燥させたらとかなんかなかったっすっけ。ないないっすっけ。乾燥させたらマイナス1ポイント。減る。ゼロポイントになる。え、え、これなんか引いたべ。1ゲーム目これ多分強烈子役だと思うんだけど、ね、下手したら中チェだと思う。滑った。あ、強水か。おい、これユリッカ1ゲーム目で、あれこっち優先されるのか。あのね、ユリッカ突入ゲーム、要は非ユリッカ中だとこれボーナス確定なんですよ。確かに。へえ、間に合ってんのかな。うん、多分 KCC より優先されてる時点でボーナスがいるはず。いない。いや、いる。どっち。スプーン。おー、高っ。もらった。当たってるし、なおかつ AT レベル3以上。おー、矛盾したとこは見たことないですね。え、ピポあるぞ。この世の中いつだって気持ちよくなった方の勝ち。いいこと言うな、チャールズ。いいね。与えるものではない。勝ち取れ。あるぞ。エピバあるぞ。マジで近いよく。テレレレテテレって言わないで。あー、いっちゃった。ジャベリーヘッド。ジャベ、ジャベもらったな。まあ当たりは当たりですけどね。素晴らしい。天才的な強烈子役の引き。怖い。どっちがいいかな。ビッグの方がありがたいかな。ビッグ重ねていけ。白7揃いでもいい。あー、勝負どころ来たな。これ AT レベル差はね落とせない。長い頭。これね勝負どころですよ。そこでコーラリアンモード連れてこれないようだったら終わりだね。ねだるな。勝ち取れ。ちょうだい。ガンカケマンがねだるなって言っちゃダメだけどね。おかしいよね、うん、ねだりの化身なんだけどね。ねだり、うん、ねだり続けてる。矛盾が発生してんだけど。自分の己の意志。いや、もう俺あれ使おう。あれ使う。あれ使う。去年オールナイトの時伊勢神宮で買った新しいお守り。出ました。スーツ着お守り。すごい。神社側が迷惑。おい、ご利益を今から見せたら。神社、神社側が。神社側って何。はい、神社側が辞退。神社側スペック3まで入ります。わー、というわけで改めまして、はい、これでティナリちゃんもう500ポイント追加。はーい、パラッパッパラッパー。やりおるな。まあ、これまあちょっとタイミングがな、ね、またぐタイミングがうまかったね。そうなんです。だからなんとかスタート出し切れたんでちょっと安心です今。
チナリってなんでチナリって言うんだ。急に急に名前の由来絶対オープニングでやるやつよ。私あのずっとってか武道を長いことをやってたんですよ。武道を長いこと剣道と合気道を、3歳からずっとやってた。へえ、剣道と合気道、はい、3歳からいつまでやってたの。剣道に関しては今もあの人に教えれる段持ってるんで。へえ、おう、合気道は、4年でやめて。剣道4年やったんや。師範代ってこと剣道。そうですね、今4段はあるんで。すげえ。で、一番尊敬してた先生が、あの苗字が千にあのなるって書いて、で苗字でそっからもらったんです。へえ、リアルなことを言うとすげえ。ちゃんとストーリーのある名前なんだね。そうですね。それはね、あだ名。俺はね、あだ名だよ。聞いてない、聞いてない。俺はあだ名。それに比べて、俺のはね、岩井の岩を取ってね、ガンちゃんなんだよ。大体わかるだろ、名前って何なのって。絶対俺がけなされるって思いながら聞いてた。うん、やっぱそのせいでポイントが全然伸びてないんだよね。どうせ始めた後に名前なんでそれなのっていう話で、ね、どうせそのトークがあるって分かったら何がガッチャ。ホランド、ホランド3、あホランド、あらららら、チャンスチャンス、あらららら、チャンスチャンス、赤文字の黒い系譜、ホランドが下からブワーってなるやつ、ホランドが下からブワーってなるやつ、弱い攻撃ブワーってなるやつ、弱攻撃、調子に乗るんじゃないよ、サーカスマニューバーブワーってやつ、あ、ないか、やばい、赤赤赤赤、くぅ、やばい気がする、大丈夫だ、なん、よし、AT レベル参加してきました。何もないね、なんか探してますけどないよなと思います。わ、ワクワクしちゃった。なんかもらえんのかなと思ってワクワクしちゃった。八幡スロマガの動画約3000本が見放題。八幡スロマガ TV、 松本バッチ、レディ、フェアリー、人気ライターや好きな棋士の動画を一気に見られる検索機能も充実。ここでしか見られない撮り下ろし動画も続々配信スタート。八幡スロマガ TV で検索して今すぐアクセス。